やだこれ。めっちゃ気持ちいいじゃん。めっちゃ冷たいじゃん。冷たいけど気持ちいいじゃん。冷たいけど気持ちいいって。うん、やばい、マイナスいってるかも。なんで夏にこんな寒いところがあるんだよ。すごいね、ここ。うん。あ、でもこっちの温度高くなってる。そうだよ。この辺までだな。めっちゃ冷たい。じゃあ僕に帰るといいか。だからダメだってダメだってこれが大事だ。じゃあ乾杯。いただきます。うまい。今日乾杯はプレミアムモルツカウルエールサファイアポップの恵みと飲むヨーグルトで。イエーイ。美味しいですか。美味しい。よかったですね。川遊びどうでした。めっちゃ冷たくてめっちゃびしょびしょになりました。ああ、気持ちよかったね、川ね。うん。また後で入ろうぜ。うん。ちょっと。で、ガス一回止めてもいいんじゃない？いや、いいよ。どうせすぐ出る。よし、じゃあ行くぞ。待って、ロクマの防水管を置いた。うん。じゃあ待ってるよ。いいよ。行くよ。うん。あ、マジ？大丈夫。ちゃんと持って。行くぞ。ダーン。めっちゃ飛び出してる。ね、ちょっとね。煽って入れれば、まあいいか。いや、入るよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫？うん、大丈夫、大丈夫。いける、いける。ほら。それ、もう左だけ。ちょっとね。やっぱ二玉が限界だったね。でもう一回、後で追加ができる。まあ、やろうと思えばできる。うん、これで一回お腹いっぱいにならなければもう一回これで入れられる。うん。茹でておりますのは神田手延べそうめんです。 4,5 分沸騰させお好みの硬さに茹で上げると。はい。なんでこの麺、なんで茹でるのが普通のそうめんよりも長いんだ。ちょっと太いからね。そう。よし、もう4分経ったからいいかな。いくよ。うん。じゃあそうめん完成です。いただきます。はい、いただきます。あれ？え、これこうやってさ、はい、ここにつけて食べてください。うん、いただきます。取りにくい。うん、この麺太いんだね。ちょっと太いね。意外と太いね。うん。あ、意外とね、麺はしょっぱい。そうなん。うん。美味しい？うん。うん。いただきます。うん。だからしょっぱいね。ちょっとね、うん、でもなんかもちもち感もあってなんか美味しい。そうだね、美味しいね。まだ僕はお箸の種がまだ足りない。うん。だからパパに言われると頑張れ。うまっ。よかったね。
でもさ、外で食べるから美味しいでしょ。うん。それは何のビール？これはプレミアムモルツ。そうなの。いただきます。ご飯、ここ持てるよ。めっちゃ分厚い。うん。カレーいただきます。うまい。うん。え？食べたい。食べていい。ここ熱い？熱くないもん。めっちゃ重いんだけど、20キロか。うわ、浴びて。なんでこれ浴びるんだろう。はい、気持ちいいね。気持ちいいよ、これ。めっちゃ重いんだけど。頑張れ。これ、お風呂の前に浴びるのは正解だね。それで温まってちょっと。まだまだだ。多分もう後で入ったらこれ。めっちゃ暖かいよこれ。よじゃやれ。いくよ。あれ。こっからだよ。あ？ちょっと待って。これいい。いいよ。まさかこんなに急にやるとは思った。めっちゃ高いじゃん。
先ほどツイッターのですねフォロワーさんから前々からニアミスをしてたことがあるんですけども、ついにキャンプ場でお会いしまして差し入れをいただきました。ビールいただいております。ありがとうございます。美味しくいただきます。あーうまい。あとですね、あの大きいスイカと、あと今日子供と来てたのでプリンまで差し入れいただきまして本当にありがとうございます。ありがたいです。では今ですね焚き火を始めまして、さっきまでついそのあたりにですね目の前にテントデイキャンプの方が張られてしまったので、焚き火を後ろでやろうかなと思ったんですけど、時間帯的に片付けが始まったので急遽やはり前で焚き火を始めました。ではこの後ですね夕飯の準備していきたいと思います。では息子念願の黒毛和牛ラーメンを作りたいと思います。何も食べたくない。食べたいんでしょ。いやでも美味しいんだよ。じゃあこれを作ります。では水をですねここに何ミリだ、300だけどちょっと多めに入れようかな。なんで300。おお、いっぱい入ってた。よし、いっぱい入れたからね。おお、ありがとう。こんなもんかな。キャンプ場。うん、そうそう。これでいいか。うん。もうその手で入れちゃっていいよ。トングいらないから。気をつけて。ゆっくり入れてよ。どこら辺に入れればいい。真ん中。みなとお湯沸いてきたぜ。ラーメンやるよ。おいしそう。今だ。まだカチカチだ。うん、カチカチです。お、あ、何してんだろう。もうちょっとできる。手袋外しな。やっぱり石投げてきたのが正解だ。なんで？だって時間が早く、あ、経つから。そういうこと？そういうことか。そうだよ。最初から僕はそのことを考えてやってたんだよ。なるほど。天才じゃん。天才じゃない。こんなの普通の人は大体多分考えられる。遊んでくれば早く時間が経つと。夢中になったら早く時間が経つ。なるほどね。なんかいい匂いしてきた。もうできる。もういいんじゃないかな。うん、よいしょ。はい、できました。やったー。あ、ちょっとダサいな、そこ。フォークとお箸どっちがいい。フォーク。フォーク。そっちの方が食べやすいし。はい、はいよ。まだ結局焚き火の薪がまだいっぱい残ってる。はい、どうぞ。出来上がりました。黒毛和牛ラーメンです。ここも熱くないから持っていいよ。やったー。でもなんかまだ温かい。うん、あったかいけど熱くはない。熱い、ね、そ下つけたら熱いよ。それは熱いよ。持って食べな。あ、逆だった。あ、そうだね。もう最近逆逆が多いんだよね。うん、逆煙。あ、煙、煙が来た。うん、こぼさないように気をつけない。うん、絶対こぼさない、はい、だってこれさ、こんなに余裕あるんだよ。はい、いただきます。してください。まだ熱いよ。いただきます。あ、なんかいっぱい取れてる。おお。何？いいよ、食べると思う。いただきます。
け。おいしい。おう、やったね。うん。どうですか、満足ですか。いや、まだちょっと麺がちょっと硬いっていう。あ、でも片麺がいいじゃん。まあ確かに歯ごたえは。うん。ちょっとさ、パパに一口ちょうだいよ。なんで毎回毎回パパに一口あげないといけないの。なんでダメなの。うん、パパの一口大きいから減っちゃうんだよ。いいじゃん。パパだって都合まだしさ、それ一口しか食べてないんだけど、この間のキャンプでさ、いや自分で食べたいんだけど。食べたらでいいよ。ちょっと食べて。うん。どうだな。うん、ちょっとね。それちょっとだ。噛んできた。めっちゃ食べられた。ちょっとそれで終わりだ。スープ。それで終わりなんですけど。抜けが多いな。はい。なんで急に咳が出るんで。しょっぱかった。めっちゃ煙がほてんくる。ね。まあ虫は来ないけど。さっきでかいハリやハサミムシとかクモがいたけど、うん、ダメ。お肉いただきます。よし、じゃあまとまれるで。おはようございます。おはようございます。おお、いただきます。